誰もが認めるレスリング能力、爆発の転機としたいこの小さなリング上。さあしかしまだ井上さん、はい、ちょっと我々何かショックの状態のままショックです非常にね岡田選手米選手のね、はい、作り上げてこう緊張感ある中でね、はい、井上雅雄選手はねちょっとね何しに来たのか勝手すぎますよね勝手すぎるこのレネ・ジュプリ選手のね緊張感が出ますそうですねことになってしまいますよね中島克彦選手はね、はい、王者としてはねまあ確かに誰の挑戦でも受けると言っていましたけども、まあ僕が言いたいことは塩崎選手のね、あの斉藤明人選手、選手はね、はい、もちろん実績がありましたし、はい、やっぱり塩崎選手の目の前でこう挑戦表明ということで、はい、まあもうあれはもう男と男の誓いだと思うんですけども、今回の場合は読み上げただけですからね言っちゃいましたね今、はい、確かにでも事実はそうですそうですね、このね緊張感あるね若手たちの自己主張の場にね、はい、井上雅雄選手というね大ベテランがね自己主張しに来たっていうのはね、はい、ちょっとね、うん、消化できる部分と消化できない部分がね面白いですけどね雅雄ワールドと言われて愛されてもいますけれども皆さんにまさに雅雄ワールドに落とし込まれましたよね僕らも貝たちが小さすぎてメガネはめててもやめなかったですからねってことだったんですかさあそしてリング上に目を移してまいりたいと思いますけれども塩崎選手に伺いましょう、はい、まあこの2人は5メートル四方のリングでは小さすぎるという腕を取って、ねはい、先日の清宮、はい、その戦いとまた違う、はい、試合が見えると思いますねレフリーはそうですね前回はメインイベント清宮との一騎打ちがありましたあ腕を取り返していきます谷口その試合っていうのはデュプリーを改めてですがね塩崎選手まあ奥深いというところを見せてくれました試合清宮との試合も奥深さありますし懐が深いなと思いましたね、はい、ちょっとこう捉えどころのない強さってありますよねそしてトレードマークはこの左の胸から肩にかけての日本という文字まあ、先週は井上さんからはその奥様が日本人の方でなんていうお話もありましたよね、はい、非常にこうね日本の戦いにもね大好きなんでねこの日本でプロレスするというねこのご時世ですけども、はい、日本でプロレスしたいノアでプロレスしたいっていう気持ちからここでね戦ってるっていうのはね彼のね気持ちの強さですよねさあ対しては今日は谷口周平ですまあデプリサイドでまだ言いますとそのコメントありましたよねこのプロレスリングドアではステージ武藤がいてびっくり、はい、それから曽谷学とも歴史があるんだなんていうそうですねやはり元レッスルワンに戦ってたね、はい、同じ人たちがいるということでね、うんはい、まあさらにこういう谷口選手とこう新しい戦いができるということで、まあデプリ選手としてはねかなりこうこのリングにねこうかける思いが強いんじゃないかなっていうのもありますねうわビッグブーツまあまたこのサイズですからねうわ軽く足を上げただけで塩崎選手、はい、威力があるあります、ね、うわそれでも谷口です改めて塩崎選手は谷口とはですねゆかりもありますよね対決もあったりタッグ王座獲得もあったりそうですね組んだり戦ったりはいプロサイドパワーの爆発力のある選手なので、ねはい、このままでは終われないというか本人が一番思ってると思うんでねそういうことですよね、はい、あ今もバックドロップという気概がありましたがそうですねこのね狭いエプロンでね、はい、バックドロップを放ってやろうっていうねこの会場を少しでも有利に使ってやろうっていう選手の考えですよねおお投げ入れましたねアームドラッグ逆に使われましたね、これはデュプリー36歳1997年ですからデビューが、何度も紹介してはいますが14歳でデビューを果たしていますうわこれ塩崎選手との打ち合いっていうのも今後刻まれていくということになりそうですねまあ受けたくはないですけどねですよね
まあ、塩崎選手のチョップを皆さんそんな風に捉えてるんですよね。いやいや、さあそしてエルボーはパワフルに打って、おお、トラップキック、高い顔面を捉えています。これは意表つかれましたね。飛び上がりましたね、思い切り。とんでもない高さに、あれだけの身体能力がもうやっぱすごいですね。ですから走る距離も違いますから、塩崎選手ドロップキックっていうのはこれ本当に難しいわけですよね。そうですね、タイミング、蹴るタイミング、当たるタイミングっていうのも自分で測らないといけない。あ、はい、しかも体がでかいのでより、はい、その調整が難しいと思いますよ。そしてもちろん、まあ、当たり前ですが相手がいるわけですからね。逆にリングが狭いから、蹴り上げるような状態のドロップキックだったんで、谷口はよりダメージがあるんですね。あ、そうですか。そこからデュプリの戦略、グローバルタッグリーグ、リホでドクトル・ワグナー・ジュニアと制覇、杉浦軍の2人、まあ、井上さん、杉浦軍も本当に武器がある中での戦いですよね。やはり ね、いきなりデュプリ選手とワグナー選手は、まあ、急増タッグだったんですけども、はい、一気に頂点に行きましたからね。やっぱり杉浦軍の、ね、底知れぬの、ね、ネットワークというかね、そういうのを感じさせてくれましたよね。ちょっと一時解雇のメンバーもいるなんてところも気になっちゃうんですね。そうですね、まあ、でも一時解雇のメンバーもねいることはいるんですけど、やっぱこうやって結果を出してるからこその一時解雇ですからね。はい、まあ、タック王座タックリーグ戦というのを制してね、このヘビー級の中ではね、はい、今注目の的になってますからね。ですね、まあ、公式戦では谷口選手は清宮選手と組んで、はい、ジュプリワグナー組に勝っていますんで、はい、このシングルでも勝てばね、ええ、もう一歩先のね要求もできるんじゃないかなっていうのもありますしね。逆にデュプリ選手はね、はい、負けてますんで、今回のシングルでは負けられないという思いがさらに強まってると思いますね。そうですね、清宮海斗戦もありましたからね。そうですね、このまま谷口選手に負けてしまうと、はい、挑戦をね受けざるを得ない感じになってしまうんで、まあ、何としてもね、まあ、負けたくはないですよね。そうですね、いや、そうした風に人間関係、人間模様、さまざまに絡み合っているプロレスリングノア。スリーパーホールドから背中に一発、投げ技もいくつか強烈な技を持っています。リプレー選手もですね、仮に攻撃を集中させますね。あ、やっぱりそうですか。さっきのドロップキックのダメージが谷口の蹴り上げられて、はい、顎が上がってたんで、相当ダメージがあると思いますよ。あれもちょっとね、顎の部分気にしましたよね、谷口選手。そうですね、腕とか痺れてるじゃないですか。うわ、そうですか、ずっと気にしてたんで。その腕でラリアットということも十分に考えられます、谷口。今年12月24日でデビューから丸15年。この辺りイレギュラー、レギュラーで返すジャーマンスープレックス。とんでもない背筋力ですね。ぶっこ抜きましたね。これが谷口の真骨頂、右腕ラリアットで3つ。いやいや、左肩を上げています、デュプリー。塩崎選手も声が上がってましたね。いや、谷口、体でかい分いいラリアットするんですよ。吹っ飛ばされるよ。ここはどうだ、捉えて喉落としへ、体が落ち、その分ダメージも甚大のデュプリー。頭がバウンドしてました、今。危ない状態ですね。そしてよしと吠えると、谷口、先週は稲村芳樹に勝ちましたが、今日はデプリに叩き落とすドロップキック。井上さん、ここからは、はい、これ決まったら決まってたかもしれないところで、デプリ選手がね、ここぞという時にしっかり動きましたね。こうした気持ちに控えていくという攻めは豊富。そしてここでこそまた力を振り絞っていく。天井大丈夫ですか、これ。足が届いてしまうのか、今壊れちゃうんじゃないですか。危ないですよね。カメラもだいぶ近い位置で捉えています。
そしてともにセカンドロープを踏み台にしてエルボーエルボー、そうそう、ヘッドバットから突き飛ばした。すごい音しましたね、今骨と骨がぶつかる音ですね。ですね、ごつりごつりと、そして最後はこれか、あー膝剣山、まだ余裕ありましたね。マイバハプレス爆発とはなりません。ちょっとに乗っちゃいましたね。今すごいですね、衝撃。膝も立ってましたね、今。まともにとなるとデュフリなのか。さあ、アンチェインズの2人に負けるわけにはいかない。デュフリドライバー、そして巨体を揺らしながら、これだ、ポッシュロー、からトリープレス。デュプリの方が命中させて勝利をもぎ取っております。素晴らしいですね、勝負の分かれ目というのをデュプリ選手がしっかり読んでましたね。引きつけましたね。そうですね、塩崎選手、はい、あの攻め込まれても攻め込まれても、これ反撃の機会常に狙ってるんですよね。もう谷口のマイバッハプレスの失敗からもう畳みかけて一気に奪っていきましたね。そうですね、まあ、谷口も、ね、はい、同じ技で取られたということが悔しいんじゃないですか。あ、そういうことになりますね。うどうだい、見てるかいというようにノリを見せています。 GH タグ王者チームの一人、井上さん、レベルぶりはまあさすがというところなんですか。そうですね、先週の清宮戦もね、敗れはしたもののデュプリ選手のペースでしたからね、はい、この日の谷口選手もね、試合巧者ぶりを見せつけての勝利ということで、まあ、デュプリ選手の価値は上がる一方ですね。全くですね。そして谷口、常に奮起が期待されますよね。そうですね、まあ、ちょっとね、今日は負けてしまいましたけど、この人の活躍がね、もうノアには必要不可欠なんで、はい、ちょっと楽しみに待ってたいですね。彼もノーニューホープの柱の一人です。